輝き銀行は銀の硫化鉱物。高温で安定な鉱物で常温では針銀行へと遷移するが、これも伝統的に輝き銀行と呼んでいる。輝き銀行は最も重要な銀行席の一つであり、日本の銀行産の銀黒は輝き銀行が主成分である。価格組成は AG2S。輝き銀行は等軸症系であるが、 摂氏179度以下では、単車小系へと変化して針銀行となる。ただし、輝き銀行として生成されたものは見た目は、輝き銀行のまま内部のみ変化するため、輝き銀行を仮称として認識される。低温で、針銀行として生成されたものは、針状の形態となる。両鉱物の区別は、X 線か反射顕微鏡が必要となる。 モースコードは2から2.5で非常に柔らかい。金属光沢をしており、色は暗塩灰色で、条根も黒灰色である。比重7.24。液気開けなし。熱すると SO2 を発生して溶けるが、消化物が生じない点で、デルル銀行やセレン銀行と区別できる。英名のアラザンタイトは、ラテン語で銀を意味するアージェンタムに由来する。 日本語名の輝き銀行はドイツ語のシルバー・グロンツに由来する。英語ではシルバー・グランスである。ありがとうございます。